新徳寺は、京都市中京区身深を御所長にある臨済州、永元寺派の寺院。三号は、宝生山。原文四年、白院禅寺の皇帝である、東霊園寺と信仰の、深かった永元寺百十三世、天岩尾文里市潮省の解散で、大知寺の松寺の寺号を譲り受け、摂津の随岸山、当地の北隣の万年寺など四寺を併合して、 宝生山新徳寺として建立された。天岩尾文里氏はかねて信仰のあった、摂政一条道行より、宮殿と修華門を賜り、御所から移築して、宮殿を本堂とした。しかし、江戸時代後期の天命の大化により消失した。新徳寺は、江戸時代末期で活躍した、新選組にまつわる最初の舞台となった場所としても知られる。上洛した。 新選組の全進同仕組みのリーダー清川八郎が老子たちを集めて大演説をしたのが新徳寺の本堂である。尊王上位をやると清川らは江戸に引き返したのであったが、八木邸を宿舎としていた近藤勇のグループが我々の役目は幕府権力の維持だとして清川が率いる老仕組を脱退して京都に残ったのである。これが新選組の誕生である。 鎌倉か室町時代の頃、ある老女の家が大風で壊れた。そこへ若い奉仕がやってきて、魔法のようにきれいに屋根を直した。その奉仕こそ、当時の地蔵菩薩だったことがわかり、以来、屋根吹地蔵と呼んで深く信仰するようになったという、ありがとうございます。